2011年3月11日、東日本大震災が発生しました。いつ戻るの？伊勢の脇か。自分だけ立ち直ったよ、抜け駆けしてよ。うちらは悲しんで、ひたさ麦ながら生き続けなきゃならねえんか。ちなみに稲村さんは今彼氏とかいらっしゃいますか？妊娠ってなんでこんな大事な時期になんですか？私が担当でごめん。内緒にしたくて結婚したこと。この署名があったら先生は怒られないで済んだのかな。何言ってんの？声を上げることが大事なんだよ。だからみくもごめん。